簡単に言ってください。はい、はい、モニタリングポストの4番敷地の西側の 山側のところなんですけども、今まで40から50ぐらい、40-50マイクロシーベルトパーアワーぐらいだったんですが、一番最新のデータでですね、13時52分が1600マイクロシーベルトパーアワーということで上がってございます。それともう一つですね、敷地の中の線量状況をちょっと紹介いたしますと、大まかな数字で恐縮なんですけども、一度すいません声が聞こえないんだけど、あ、どっちも、はい、ですね、モニタリングポスト4番の、今の線量率がですね、1600マイクロシーベルトパーアワーと、それまでが、40パーアワーでしたので、だいぶ上がってきているという状況にあります。というより15畳だな、またそうですね、境界ですが、はい、何時のデータだって、13時52分のデータがマックスですので、ちょっといつ500を超えたかはですね、現地で確認します、はいはい、おい、そのデータってサイトから来てるの、サイトから無線で、はい、はい、はい、まあ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は15条対象の事象なんで、14時15分に15条対象の報告事象が発生したというふうに判断します。通報連絡してください。情報班了解しました。本店も了解。すみません、もう一点ですけど、こちらはですね、校内のですね、大体の線量の様子を表しているんですけども、こちらは単位はミリシーベルトパーアワーでございまして、30とかですね、50ミリシーベルトパーアワーと、非常に高い線量になってございます。で、免震棟の周りでもですね、5から10ミリシーベルトパーアワーということになってございます。で、免震棟と事務棟をですね、往復しただけで1ミリシーベルトを受けるぐらいの線量ということで、1号機の爆発があった以降ですね、高くなっているという状況です。で、3号の影響が見えるかどうかというのはちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしてませんが、現場の状況としてですね、こんな高い線量になっているということです。モニタリングポストの情報を発信します。本店の方に先行ってしまいましたが、モニタリングポスト4番、13時52分1557、マイクロシーベルトパーアワーです。ちなみにその、2分前ですが、50分、13時50分は905マイクロシーベルトパーアワーになって、その前13時48分は、251です。極端にグンと上がってます、この4分で。ただ2回目、900いくつだよね。はい、違う、13時50分が905、うん、そうするとさ、900の方で15乗やるのか、1500でやるのかって、先に出しているのが13時50分です。905で出してます。905で出すのな、はい、905です。50分、はい、早い時間の方でお願いします。はい、じゃあそれで判断は変わらず、14時15分とに判断したと。でデータはさっき900の方のデータ、了解。下げたのかな、その今急に上がったところでひょっとしたらってこと、分かんないけど、ちょっと2号機のデータ変わってる。2号機のデータ変わってるかっていう質問なんだけど。
まで変化ありません。ロス位は、ロアスはまだ分かんないのな。